はい、こんにちは、たくまんです。ウィンターフェストチャレンジの15日目ですね。はい、今日のチャレンジは、スウェーティーサンズ、クラッキークリフスまたはダーティードックスの砂浜にある凍った花火に点火するでーす。はい、3箇所ね、どこでもいいみたいです。今回はダーティードックスの砂浜にある花火を紹介します。ダーティードックスのちょっと右あたりのここにね、砂浜があります。 ここですね、ここに降りていただくと、ここにね、ロケット花火みたいなのがあるので、これにですね、点火してください。はい、これで OK でーす。ひゅー、バーン。これもしかしたら1人したら、他の人できない、<laughs> ごめんなさい、自分がね、ロケット花火点火したので、他の人できなくなっちゃったみたいで。 申し訳ないですけど早い者勝ちみたいなのでね皆さん頑張って早く降りてやりましょうこの辺ですねこの場所ですねはいこれでレアグライダー2020をゲットしましたスウェティサンズとクラッキークリフスとダーティードックス3か所に花火があるみたいなんですけどそのどれか1か所でいいみたいです今回はねダーティードックスの砂浜にある花火を紹介しました はい、こうやってね、日本最速で攻略動画アップしていきますので、よかったらチャンネル登録、まだしてない方はよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。コツでーす。